どうかなです。はい。で、今日は普通に家にいるんですけども、で、普通にまた家にいるんですけども、で、普通に家にいるんですけど、今日は普通に大食いをしていきたいと思うんですけど、また。今日は何を大食いするかっていうと、まあ、またラーメンなんですけど、これ。これなんか、オレンジ色の雪だるまみたいな、このオレンジ色の雪だるまみたいなやつが書いてある、まあ、ラーメンがあるんですけど、ここに。のくりラーメンって言うらしいんですけど、これ。今日はこれを大食いしていきたいと思います。はい、ということで。これ4袋やっていきたいと思うんですけど、今日。これプラス鶏肉もいて、はい。鶏肉もいて、ちょっと辛いのかちょっとよくわからないんですけど、で、今日はちょっと、キッチンの様子を映せないということで、まあ、ここだけでやっていきたいと思います。はい、ということで。まあ、とりあえず作ってくるんですけど、卵もいる。卵もいるんですけど、ということで、卵入れて、鶏肉入れて、ラーメン作って、持っていきたいと思います。ちょっと開けたんですけど、中こうなってる。こうやって小さいパッケージ版みたいな、さっきの大きいパッケージに小さいパッケージ版みたいな感じになってるんですけど、ということで、なんか、え、美味しそうなの、これ。美味しそう。あ、可愛いマリーメンタイプですね、ということで、はい、可愛いマリーメンタイプなんで、すぐ行っていきたいと思います。ということで、作ってきたんで、今そこにあるんですけど、ちょっと見せるんですけど、やばいから。やばい。なんか、美容系みたいな感じにすごい光が当たってるんですけど、すごい、はい、嬉しいだっていうことで、はい、ということで、今日はこれやっていきたいと思います。はい。うん。マジだ。こんな感じ。すげえんですけど、なんか、楽天の箱に上にこうやって乗っけてるんですけど、めちゃめちゃすごくないですか？戦闘上がりのメガネみたいな感じですごい曇ってるんですけど、これ作ってきたんで、で、なんかね、ちょっとチーズみたいになったの。チーズ棒みたいな。チーズ麺棒みたいなやつがあったんで、これも作ってきましたねっていうことで、とりあえずこれ食べていきたいと思います。で、なんか、これすごくて、たぬきラーメンみたいな、たぬきちゃんがいて、中に昆布が入ってる。出し取れっていう合図なのかよくわかんないんですけど、なんか昆布が入ってて、はい、無事忘れましたね、入れ忘れるの。え、ガムみたいなの入ってると思って、なんか四角いやつでガムみたいなの入ってるって書いてあったじゃない、あって途中で入れましたねっていうことで、はい、入れ忘れましたっていう話です。はい、ということで、こうやって出来上がったの食べていきたいと思うんですけど、やばい。なんかね、昆布みたいな匂いする。まあ、昆布入れたからなんですけど、いただきますっていうことで、すねね、すね、ちょっと待って、もう一回。え、やばい、美味しい。お味はっていうと、ちょっと甘くて、辛くて、美味しい。やべえ、美味しい。めちゃめちゃ美味しい。え、どっちかというと、うどんみたいな感じなんですけど、ラーメンするということで、まあ、ラーメンみたいな見た目したうどんなんですけど、味はうどんみたいな感じで、はい。味噌汁みたいな。で、なんか、チーズの麺棒みたいな感じのやつ、これもあったんで、やりましたね。あ、全然伸びないですけど、いかにも体に悪そうだなっていう感じの味ですね、これは。本当に。美味しい。ほんのちょっとカレーみたいな。カレーじゃなくて、ほんのちょっと辛いみたいな。美味しい。どんだけ美味しいかっていうと、なんか、めちゃめちゃ美味しいみたいな。はい。地球ですね、地球。地球ぐらい美味しいですね、ということで。きしめんみたいな。ほら、わかめちゃんもいて、はい、美味しい。もう朝ごはん食べてなかったんで、今10時ぐらいなんですけど、11時近いんですけど、お腹空いてたんで、めっちゃね、進んじゃう。どんだけ進むかっていうと、カッパエビセンみたいな。やめられない、止まらないみたいな感じで、全然止まらないですね、腕が。はい。こんな感じ。なんかね、きしめんみたいなんですけど、うどんじゃないですね、ということで。体に悪そうなチーズ。
美味しい。これはどんな味かっていうと、ちょっと甘くて、甘い揚げたやつみたいな。甘い揚げたやつみたいな。うん。ガリガリ君みたいな。ガリガリ君みたいな、はい、やつですね。今日も卵作ってきたんで、あ、やばい。おい、おい。こんな感じで。やば。全然合わない。こうやってワカメちゃん混ざってるんですけど、ワカメちゃんの素材感はあんまなくて、どっちかというと、麺みたいな。麺みたいな。はい。鶏肉？はい。っていうかめっちゃ吸うの上手になったと思うんですけど、なんかね、めちゃめちゃ飛び散ってる。やばい。なんか四方八方にね、飛び散るみたいな。まあどんだけ飛び散ってるかっていうと、なんか、シャワー入った後のお風呂みたいな。はい。シャワー入ったお風呂みたいな感じで壁がすごい汁で水浸しになってるんですけど、まあ後で掃除しますねっていうことで。今日合う。鶏肉は合う。うん。合う。合う合う合う。合って。美味しいな、美味しい、美味しい、美味しい。うん、めちゃめちゃちょうどいいからさ、なんかすごい辛いみたいな、すごい辛くなくて、すごい甘くて、はい、辛くないみたいな、全然辛くないけどちょい辛いみたいな、はい、何言ってるか分かんないですけど。飲むのは。なんだろう鶏肉？ほら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 、さっき言った昆布みたいな、さっき言った昆布が入ってるんですけど、こうやって味噌汁みたいな、味噌汁みたいな味しますね、これ。全体的に味噌汁みたいな。まあ全然味噌汁の味はしないんですけど、なんか味噌汁っぽい見た目して、なんか味噌汁ですよっていう感じになんか訴えかけてくるんですけど、味噌汁の味はしなくて、ちょっと辛くてうどんみたいな、はい。待って、今日4袋やってるんですけど全然お腹いっぱいじゃない。ちょうどいいぐらい。やばいやばいやばい、全然食える。こんな感じ。鶏ちゃんもいてあ、食べ落ちた。最悪。じゃあ最後これ、なんか見てください、これ衣がすごいかかってるんですけど、張り付いてるだけって感じ。あ、もう無理。お汁飲みたいと思います。汁が美味しい。食べ合ったということで、味噌汁みたいな風貌してるんですけど、全然味噌汁じゃないみたいな感じで、で辛い、ちょっと辛くて辛いうどんみたいな感じなんですけど、きしめんみたいな感じで、すごい変化球がすごいある麺でしたねっていうことで、休憩したいと思います。はい、ということで、今まで一番食べやすかった。はい、なんか味濃くないし、辛ちょっと辛いぐらいで、全然味が濃くなくて甘くて美味しかったですねっていうことで、あのこれも楽天で買って500円ぐらいだったんですけど、めっちゃ美味しいですね。雪だるまみたいなタヌキが目印のラーメンなんで、よかったら買ってみてくださいということで、味は本当に美味しいので、味美味しいし本当に食べやすい、はい、ということで、よかったらインスタグラムとツイッターフォローしてくれてすごい嬉しいですということで、もうなんもないので終わりたいと思います。おっぱい。